新藤 YouTube 新藤株式会社営業一課杉浦です。宮崎屋根工事組合連合会岩坂原です。よろしくお願いします。さて前回のですね、三河原の押し切りに続きまして、今回はですね、隅棟部分の施工のこだわりについて、教えいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、今から三河原から先の施工についてお尋ねしたいと思います。まず、前回の動画で、ギリギリまで三河原を攻めて、施工する、ギリギリまで合わせるというところなんですが、そのこだわりの理由についてお尋ねしたいと思います。はい、なぜ私がカットのことにこだわるかというと、まず宮崎は非常に雨量が多いで、まあ、台風でいざという時に、まあ、ガンブリ瓦が飛散した場合、平瓦だけでも、雨漏りをしないような形でという形で、あのシーリングを行います。これは、ビスの隣の半瓦に関しては留め付けもしくはシーリングによる補助の留め付けが必要ということでガイドラインに記載してありますので、それを忠実に行っております。はい、あと他に、棟部の施工でこここだわっているという点あれば教えていただけますでしょうか。そうですね、まあ金具はなるべくこの幅の薄いもの、会社名を出していいのか分かりませんけど、スワロー製の棟金具を使用しております。非常に強い形になってますので、私は好んでこれを使っております。あと棟たるきに関しては、腐食防止のためにルーフィングを巻くような形で行っております。はい、そこの、ルーフィング巻いたたるきに最後モルタル南蛮を、施工するという流れでしょうか。はい、防水性の高いモルロックさんを使って施工しております。はい、そのモルロックに、糊を加えるというふうにお伺いしたんですが、そのあえて糊を加える理由と、あとその糊って一体何でしょうか。ですね、今杉浦さんがモルロックに糊を加えてと言われましたけど、これは私が家で作った、自家製の南蛮漆喰になります。砂と石灰とあとすさと糊を入れております。糊は角又という海藻から炊き出して、それを、混ぜ合わせることによって強度が素晴らしいものが出来上がる自慢の漆喰になっております。実際それ以前の施工とかでなんか大丈夫だった例とかってございますか。実験として、のし同士を、積み合わせて、で上ののしだけを引っ張り上げても下ののしもついてくるという実験をしております。もうかれこれ10年近くなりますけど、いまだに上ののしを握っても落ちないという状態でした。はい、その瓦のカット以外にもいろいろこだわりがあるんですね。はい、はい、じゃあ今日はですね、隅棟の施工についていろいろお伺いさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。